メタ倫理学とは、倫理学の一分野であり、善とは何か、倫理とは何か、という問題を扱う。規範の実質的な内容について論じる、規範倫理学と異なり、メタ倫理学においては、そもそもある規範を受け入れるというのはどういうことか、ということについての概念的分析、道徳心理学的分析、形上学的分析などを行う。メタ倫理学という分野は1903年、 G.E. ムーアが倫理学原理を出版したことを起点とする。その後1960年頃まで英米の倫理学といえばメタ倫理学であり、規範倫理学の研究はマイナーな領域に落とされていた。この間に情緒主義や指令主義といった非認知主義の立場が登場し、1960年代にはメタ倫理学は非認知主義によって制された感があった。 しかしその後、1970年代に、基本倫理学が復権を果たし、倫理学の本流は、基本的な問題、応用倫理学的な問題へと移る。また、メタ倫理学の内部では、作語理論、コーネル実在論、マクダウェルの理論など、認知主義系の様々な立場が提案され、1980年代には、メタ倫理学はまた活況を呈するようになる。 メタ倫理学の学説の多くは、対立し合った、いくつかの主張の組み合わせによって成り立っている。ここでは、その代表的な対立軸を述べる。道徳判断が何を意味しているのかという点で、認知主義と非認知主義が対立している。認知主義とは、道徳判断は何らかの事実についての認知であり、真偽の区別が可能であるとする立場である。それに対して、非認知主義は、 道徳判断は事実についての認知ではなく真偽の区別が不可能である。あるいは少なくとも事実についての認知以外の要素を含んでいると考える立場である。認知主義の中ではその認知対象の実在性や客観性をめぐって実在論と反実在論が対立している。実在論は道徳判断の対象は主観的な認知状態から独立しており、 客観的に真理が決まるという立場である。それに対して、反実在論は、道徳判断の対象は、客観的な世界の側には実在しておらず、主観的な感情などに依存しているという立場である。道徳判断の対象である、道徳的事実について、道徳的事実は、自然科学の研究対象となりうる、自然的事実に還元できると考える、自然主義と、 道徳的事実は何か他の自然的対象を参照しなくても道徳的事実であるとする非自然主義が対立しているだけでなく神の存在のような実在しないものにも還元できない立場を取る。道徳的判断が必然的に行為の動機づけを含んでいるのかどうかで外在主義と内在主義が対立する。外在主義とは動機づけの要素は価値判断の外部にあり、 心理学的な連結によって偶然的に結びついているだけだという立場である。それに対して内在主義は動機づけの要素は価値判断の内部に存在していると考える立場である。認知主義、実在論、自然主義、自然主義とは道徳的善悪を何らかの自然的性質によって定義しようとする立場である。例えば快楽を善とみなす幸福主義や 主の進化を善とみなす進化論がこれにあたる。認知主義、実在論、非自然主義直感主義とは、GE ムーアの立場で、道徳的善悪は、自然的対象ではなく、直感という能力によって理解可能な還元、不可能な性質であると考える立場である。非認知主義表現主義とは、道徳判断は、信念の記述ではなく、 何らかの主体の状態を表現したものだと考える立場であり、典型的な非認知主義である。情緒主義情緒主義は、AJA や CLST ンソンらの立場で、道徳判断は、信念ではなく一種の感情の表現であり、あるいはそうした表現を通して、相手の感情に訴えかけるための道具であると考える立場である。規範表質主義規範表現主義は、 アラン・ギバードの立場で、道徳判断は主体の感情を表現しているのではなく、その主体が規範を受け入れているということを表現するものだと考える立場である。非認知主義普遍的指令主義とは、RM ヘアの立場で、道徳判断とは普遍化可能な指令であるとする立場である。認知主義、反実在論作語説とは、ジョン・マッキーの立場で、 善はそれについて知るだけで動機づけられるという奇妙な性質であるため善は実在しないという立場である。認知主義、反実在論投影主義とは、サイモン・ブラックバーンの立場で、前とは、我々の態度を対象に投影することで対象の疑似的な性質となったものだと考える立場である。認知主義、実在論、自然主義、形事上学的自然主義とは、 刑事上学的な同一性という概念を用いることで自然主義的語尾を回避しながら道徳判断の対象を自然的対象と同一視することが可能であると考える立場である。代表的な立場にコーネル実在論と還元主義がある。コーネル実在論、コーネル実在論とはコーネル大学のリチャード・ボイドやニコラス・スタージョンらが提案した立場であり、 形上学的自然主義の立場である。次の還元主義とは異なり、道徳的善悪は他の自然的性質に還元不能な独自の自然的性質であると考える。還元主義メタ倫理学における還元主義とはピーター・レールトンの立場で、善を他の非道徳的な自然的性質に還元可能だ考える考え方である。認知主義、反実在論神明説とは、 ロバート・アダムスらの立場で、道徳判断の真理は、それが神の命令によって善認されるか否かによって決まると考える立場である。認知主義、実在論、非自然主義感受性説は、デイビッド・ウィギンズや、ジョン・マクダウェルらの立場で、欲求と信念を区別するヒューム的な心理学を拒絶し、道徳的善悪は、客観的な世界の側に存在しながら、 それを認知する主体の感受性に作用し、行為への動機づけを行うような性質を持った特殊な対象であると考える立場である。ありがとうございます。